2021年皆様明けましておめでとうございます。篠笛を演奏しております渡辺桃江でございます。本年も良い年にしていきましょう。どうぞよろしくお願いいたします。それでは2021年最初の桃日記いってみましょう。2021年1月の4日皆様明けましておめでとうございます。新潟で篠笛の演奏をしております渡辺桃江です。本年もよろしくお願いいたします。はい、2021年最初の桃日記です。スタートです。ですね、昨年12月、まあ今から1週間前ぐらいでしょうか、いやそろっと今年も終わるから桃日記を取らねばなぁと思っていましたが、思っているだけでやはり行動しませんでしたなので年末のご挨拶もできないまま桃日記は自然と2020年終了してしまっているんですが、2021年も続けます。はい、ゆるゆると続けていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。今年も皆様聞いてください。さあさあ、今日は1月4日ということは、昨日が1月の3日、一昨日が1月の2日、そしてその前は1月の1日ということになります。お正月の三が日は皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。おいしいものをいっぱい食べましたか。年末年始やっぱりご馳走にあふれますから、お腹も満たされ心も満たされるわけです。年末お肉屋さんに行ったら、すき焼きのねお肉がいっぱい並んでいて、まあ、すっごい綺麗な霜の降った牛肉がいっぱい売っていましたが、我が家はお正月というか大晦日ステーキを食べるのが定番でして、っていうか私が定番にしたんですよ数年前から。はい、でなので私の家では大晦日はステーキを食べるんですけれども、この私このお正月を機にステーキを焼くのが上手になりました。はい結構レアが好きなんです。レア、生っぽい肉っていうことですけども、でもやっぱり表面はしっかり焼かなきゃいけないから、じっくり待っていいタイミングで肉を揚げてカットしてみると、わおジューシーっていう感じのお肉を上手に焼けるようになりましたなので肉焼きたい方は私を呼んでくださいそんな感じで特技が増えましたあとお餅はまだ食べてません。今年に入ってあまりねお餅は得意な方ではなくて、まあ、正直、食べなくてもいいかなって思ってるぐらいなんですけれども、それを母に言ったらびっくりされました。毎年餅そんなに積極的に食べる方ではないんですけれども、え食べないのって言われて、いやいやいつもあんまり食べてないけどなと思って、そんな感じの、はい、過ごし方です。お餅は皆さんきのこをつけたりあんこをつけたり、はたまた雑煮に入れる方もいるんじゃないでしょうか。おすすめの食べ方、これをしたらねお餅おいしいって思うよっていう食べ方、ぜひとも教えてください。よろしくお願いします。2021年、今年はがむしゃらに前を向いて走っていきたいと思います。走るよりか自分のペースでゆっくりとでも時を刻んでいきたいと思います。新曲を発表したい、CD の制作にも励みたいです。そしてできるならばディナーショーもまた開催したいと夢を見ております。どうか応援のほどよろしくお願いいたします。そしてこの桃日記でも皆様と触れ合える機会も作れたらいいななんて思っておりますので、1年間また桃日記もご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。はい、ではそれまで次回まで皆様もどうかお元気で。